おはようございます。フォトシューターズ TV、ケンチロです。今日はですね、まあちょっと雑談というか、えー、少しコラム的な話なんですけども、前回フルサイズセンサー、いわゆるフルサイズセンサーと APS-C のセンサーでは何が変わってくるんかなっていう話をしました。で、今回はちょっとその応用、応用でもないけど、それに関連した話を少しします。 はい。まあ、タイトルではね、もう皆さんお分かりかと思いますけども、クロップ、クロップという話を少ししたいと思います。でクロップってなんやねんっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まずはじめにね、じゃあクロップ機能の少し説明をしたいと思います。で、さっきも言ったんですけども、えー、前回、フルサイズセンサーと APS-C センサー、まあセンサーのね、サイズの違いで、 どういう影響が出るっていう風なことを動画に一本させてもらったんですけども、まずね、そちらまだ見てない方はぜひそちらの動画をさっき見ていただいて、それを踏まえての今日はその話になります。で、フルサイズのセンサーに対して、フルサイズのセンサーね、APS-C のセンサーっていうのはちょっとサイズがちっちゃくなるわけですよ。ちっちゃくなったということは写真的には2点違いがあるっていうのを前言いました。 一つは、まあ、単純に解像度が減る。うん。周りの部分がなくなるんでね。解像度が減りますっていう話と、写真、生成される写真の画角が変わります。っていう2点の違いがあるということを言ったんですけども、今回のね、そのクロップっていう機能は、例えばセンサーがこんだけあったら、センサーのね、一部しか使わない。例えばフルサイズのセンサーがあるとしたら、フルサイズの中の一部だけを使って写真を作る。 というような機能になります。で、フルサイズのカメラだったらね、よく APS-C クロップみたいな言い方をするんだけど、フルサイズのセンサーなんだけど、APS-C のサイズの部分のセンサーしか使わずに写真や動画を撮影するという機能になります。なので、まあ、一部のね、センサーの一部のところしか使わないので、先ほど言ってた画角が変わるんですよね。つまり、 センサーの使用部分を変えることによって画角を変えることができる機能。これがクロップです。実際にちょっとわかりにくいんで、例を出すとですね、またまやここに50ミ、mm、リのレンズがあります。50ミ、mm、リのレンズをフルサイズのカメラにカシャコンとつけて撮影している。で、ここでね、APS-C クロップっていう機能を使って APS-C のサイズの部分だけ 使って写真を撮るわけですよね。で、パシャって撮ると、50ミ、mm、リのレンズを使ってるんだけど、まあ、いわゆる1.5倍焦点距離が伸びて、75ミ、mm、リの写真が作れる。っていうのがクロップ機能。つまり、まあ、いわゆる現像機にトリミングする感じですね。真ん中だけ使う。トリミングしたらちょっとアップになると思うんですけども、 それを撮影時にやってしまおうっていうのが、クロップと呼ばれる機能です。フルサイズのカメラだったら大体 APS-C へのクロップっていうのは、機能として入ってると思いますし、えっ、ー、と、最近だとね、高級なコンパクトデジカメ、えっ、ー、と、単焦点レンズが付いてる場合、まあ、GR、この GR なんかはね、もともとは 28mm の単焦点レンズが付いてるんですけども、クロップ機能を使うことによって、35mm の写真が撮れたり、 47mm の写真が、画角の写真が撮れたりします。まあ、いわゆる昔いうデジタルズームみたいな感じですよね。スマホをこうデジタルズームして、写真を撮るような感じです。なので、今言ったように、例えば単焦点フルサイズでも単焦点レンズ、50mm の単焦点レンズを使ってるんだけど、クロップ機能をね、うまく使うことによって、75mm で撮れたりするので、単焦点レンズなんだけど、 いろんなね、画角のバリエーションの撮影ができるっていうのが、クロップ機能の楽しいところです。で最近のカメラって結構高画素なカメラが多いじゃないですか。だからね、クロップしても画質的に問題ない場合が多いんですよね。そういう場合結構で、ね、積極的にクロップを使うことによって、まあ、仮にズームレンズを使ってたとしても、ズーム域よりもさらに高倍率の 写真が撮れたりするので、積極的にクロップを使うっていうのをね、僕はめちゃくちゃ今おすすめしてます。うん。で、まあ、写真の場合ね、写真でクロップすると、いわゆる周りのね、使ってない画素が出てくるので、まあ、もったいないなーって感じる人もいるかもしれないんですけど、まあ、例えば4000万画素のカメラだったら AP、APS-C クロップにしたら、それでもまあ、2600万画素程度は残るわけです。 2600はあればね、結構いろいろ使えると思いますし、問題ないかなという考える人も多いんじゃないでしょうか。で、まあ、写真の場合はね、こう画素欠損がどうしても出てくるんだけど、これがね、さらに動画。動画の場合になるとまたちょっと話が変わってきます。さらにややこしくなります。で、えー、動画に関してはね、カメラによってそのクロップに対する影響が変わってくるので、ちょっと全部は網羅できません。 仮、えっ、ー、と、例として、僕の持っているニコン Z6、今この撮影用のカメラですけどね、ニコン Z6 で動画時にクロップを使った場合どうなるかという説明をちょっとしたいと思います。繰り返しになりますけど、カメラごとに動きがかなり違うので、ご自身のカメラはどういう動きになっているかというのはちょっと確認してください。じゃあちょっと Z6 の例を出しますね。Z6 は、 えっと、ピクセル数、画素数的には、長編が6048、短編が4024っていう、約2450万画素。2450万画素。この辺だそうか。2450万画素のカメラです。で、それで 4K 動画がね、撮影できるわけなんですけども、4K、4K、4K ってよく言うけど、4K ってどれだけの画素数がいるんかなって言ったら、えー、 と、だいたい 3840×2160 の実は830万画素です。4K と言われるめちゃくちゃ高画素に聞こえるけど実は830万画素で 4K というのは足りているわけです。じゃあ、Z6 で 4K 動画を撮るときってどういう動きをしてるかっていうと1回全画素で動画を取り込むんですね。つまり2450万画素で 録音して光を取り込みます。で、その2450万画素で取り込んだ光を変換して830万画素に変換して記録をしてます。で、これで 4K 動画っていうのを実現してます。この動きがね、ちょっとカメラごとに違うので、いや今は Z6 の話をしてます。で、このように、まあ、取り込み時は2000、 450万画素。高画素で取り込んどいて、変換して 4K にすることによって、普通に 4K だけの画素で撮るよりも、高画質なものを得られることが多いんですね。ダウンコンバートなんて言い方をするんですけども、大きめの情報を入り口で大きく取っといて、出すときに圧縮して、圧縮して出す。圧縮して 4K に出すっていうことをやることで、さらにね、ちょっとシャープだ。シャープネスの高い、 動画ができたりします。なので、まあ、Z6 では、こう、大きくデータを取って圧縮して出すっていう方法をしています。はい。で、この時にクロップしたらどうなるかっていうと、APS-C でクロップした場合、Z6 の画素数っていうのは、1 3 2万画素、1032万画素まで落ちます。1032万画素に落ちるんだけど、 先ほど言ったように 4K の動画は800、800万画素程度です。830万画素ぐらい。まだ元のデータの方が大きいわけですよね。1000, 1000万画素から800万画素に圧縮して 4K を出力します。もちろん最初の入り口の,入り口のデータとしてはちょっとちっちゃくなったんだけど、そこちっちゃくしたよりもさらにちっちゃくして、 4K に出してるので、そう。動画の場合は APS-C クロップしても画素数的に減るってことがないんですよ。どっちもちゃんと 4K の動画が撮れます。解像度的には全く問題がない。つまり、もう APS-C クロップできてるんで、1.5倍ね、ズームできてるわけですよ。デジタルズームができてる。でも、出来上がる 解像度的には全く問題ない画素で撮れてるので、動画の場合はね、もう静止画よりももっと積極的に APS-C クロップ、クロップ機能っていうのを使って大丈夫っていうことになります。ちょっと難しかったかな。もちろんね、あのー、その圧縮するとき、大きな画素から、大きなデータから圧縮するときに元データが大きい方がまあ有利ではあるけど、まあビビったる差ですよね。そんなに 最終的な 4K に出すときにガス画素が足りてないということは全然ないので APS-C クロップしても 4K として全く問題ない動画が撮れる。ってことはやっぱり動画の場合はね、もっと積極的にクロップ機能っていうのをガンガン使っていってもいいんじゃないかなというふうに思います。うん。えー、繰り返しになりますが、えー、これは各社動きが結構違ったりします。えっと、例を挙げると キャノンの USR、e、に関しては、4K 動画を撮ろうとしたときに、自然にクロップされちゃいます。自然にクロップされて1.7倍だったかな。クロップされる状態で撮れるので、そこからさらにクロップっていうのは、できないよう、できないかもしれません。っていう風な感じで、カメラによってね、結構変わるので、ご自身のカメラが動画のとき、または動画でクロップしたときにどうなるかっていうのは、一回ちょっと見といた方がいいかもしれません。 もし、全画素読み出しをしているようなカメラだったら、クロップを利用することで、レンズをね、変えなくても、さらにズームとして使うということができます。うん。ということでね、今日はクロップ、クロップの話でした。で、やっぱり今、 カメラがどんどん高画素。一時期はね、2000万画素ぐらいでこうね、頭を気になってて、大体どのカメラも2000万画素台だったのが、またね、ポンポンと3000万、4000万、中には6000万画素っていうのが出てきてるわけですよ。で、そうなるとやっぱり、クロップした場合でもね、十分な画素数が残るカメラが多くなってきたので、積極的にこのクロップ機能っていうのを使うことによって、表現の幅をね、より多くできる時代になってきた。 と言えるんじゃないですかね僕結構仕事とかの撮影で、えー、ガッと寄りたいなって言った時はもう積極的にクロップ使って写真撮ったり動画撮ったりしてるので結構ね本当におすすめですなので僕クロップ用のボタンとかもね Z6 に割り当てて割り当ててたりします、うん、はいじゃあ今回の動画はこんな感じなんですけど次回はね、まあ、予告じゃないけどその最近のカメラ高画素になって、うん、クロップしても全然 画素数問題ないよっていう話をさっくりしたんですけど、実際、パソコンで見る場合とか、プリントする場合ってどんだけ画素数がいるんだろうっていう話をね、少ししたいと思います。こんだけ画素があれば、まあ、パソコンでね、フル画面で表示した時も足りてますよみたいな話をね、少ししたいと思いますので、そういう情報をまた知りたいって方はぜひチャンネル登録しておいていただけると、引き続き情報が得れると思いますんで。 よろしくお願いします。こんな感じでね、カメラの初心者、中級者の方、カメラ沼に、レンズ沼にはまってる方に向けて、プロカメラマンの視点から有益な情報を発信していきたいと思いますので、また次の動画もよろしくお願いします。フォトシューターズ TV 健次郎でした。